そうですね、牽制というか、まあ、両方とも相手の出方を見ているような感じですよね。まあ、残り1周、まあ、1周過ぎたぐらいですかね、その辺からが勝負になるとは思うんですけども、長澤選手もね、ちょっともうこれ一発でかけるのはちょっと早めにかけてもいいのかなっていう感じはしますけどね。長澤選手が前に出ましたかね、後ろから出て様子を見てる感じですけども、そうですね、今高橋選手がしっかりとこう後ろ追走するような形となりました、はい、入れ替えましたね。でこちら順位決定戦、3位4位順位決定戦はこれ一本勝負ですね。そうですね、はい、決勝と違って一本勝負なんでね、もう最後出し切るまで頑張ってほしいなと思いますよね、はい。まあ、そろそろ4コーナーですね、残り1周になりますのでペース上がりますね。そうですね、後ろ高橋選手だから、まあ、最後のね、刺されちゃうかなっていう形でなかなか様子見てますよね。はい、なかなかちょっと仕掛けも似合うような形になっていますね。ただいま長澤選手が前で、後ろ高橋洋介選手が追う形となっています。残り半周ですね。半周ですね、ちょっとまだ様子を見てますね。まあ、長澤選手かけ始めましたけど、なかなか今直線ですけど、結構2人ともちょっと足に来てる感じありますね。これはん、抜きましたかね、高橋選手抜いた感じしますけどね、もうちょっと2人ともちょっと足来てるんですかね。スプリントの決勝戦1回戦目、発走は1時ちょうどとなっております。ただいま発走時間になりました。ファン組は渡辺和成選手、そして新田雄大の選手が見えています。インコースには渡辺和成選手、アウトコースに新田雄大選手です。青のユニフォームが選手、そして白のユニフォームが新田選手です。ただいま審判からは旗が掲示されています。今審判が回りました。まもなくスタートです。ホイッスルが鳴りスタートしました。なんかやっぱ緊張感がね、ピリッとしてますよね、この2人。なんだ、世界戦とかだとそのゴールする前にこう選手同士が見合って何やったりするのがこのスプリントの特徴です。そうですね、はい、2人のガチ勝負ですからね、これは本当に、まあ、普段であればライン組むんですけどね、はい、この選手が戦うわけですから、まあ、どうなるのか、新田選手が意地を見せるのか、それともやっぱり勝成選手ですね、一番時計でしたんで、楽しみですよね。なんでしょう、こう地区プロの大会といえど、2人ともこう手を抜くようなタイプではないと言いますか、まあそうですね、ガチで走ってくるような感じの、ね、ここはやっぱプライドがあるでしょうからね、はい、2人とも。バンクでは佐藤慎太郎選手、小松崎選手も見守っていますね。さあ、渡辺和成選手が先行しています。その後ろを新田雄大選手がついていく形となっています。今山内でスタートしますかね。新田選手もすかさず負けてきましたね。新田選手できりましたね。和成選手突き直しましたが、ちょっと見送りました。もう厳しいですね、これは。はい、まあ、ここはね、2分目もあるのでちょっと海沿いと、そうですね、ちょっと今のは仕掛けが新田選手大変うまかったですね。はい、まずはスプリント決勝戦1本目は新田雄大選手が勝利しました。まあ、1回戦はね、新田選手が決めましたが、2回戦は渡辺選手のちょっとリベンジ見たいですね。そうですね、新田選手、はい、ここは新田選手といったところなので、ここは渡辺和成選手にとっては負けられない戦いになりますね、はい。さて、今前を行くのが新田選手となっています。ただこの2人も先ほどあのチームスプリント走ったばっかなんですよね。まあ本当にちょっと時間的なものがきついと思いますね。ちょっとリカバリーできてないと思うんですけども、条件としてはもう同じ、まあ同じですからね、全く一緒っていったところなんですけど、はい、そうなるとこういったこの競技にね、なんでしょう、何の競技も出るのって本当に体力のいることといいます
そうですね、かなりあのタフじゃないと厳しいですよね。そうですね、やっぱりちゃんと新田選手脇の下ですね、脇の下からちゃんと相手のことを見てますし、そうですね、もうなかなか難しそうですけどね、相手の長所を知ってますんでね、短所も知ってるということでペース上がりましたね。新田選手先行ですね。新田選手が振り切るか、渡辺和成選手が追い込むか。新田選手強いですね、強い。やっぱりあの東京オリンピックの選手ですからね、負けれないですよね。はい、ここは東京オリンピック2020にも出場いたしました新田雄大選手がこのスプリント決勝戦を制しました。